どうもこんにちは、水にゃんです。本日の動画なんですけれども、なんとですね、あの迷惑系 YouTuber ヘズマリュウが、逮捕されました。まあ、この動画に関しては、まあ、前回の、動画に、まあ、引き続き、まあ、お話をしようかなというふうに、まあ、思って、で、まあ、動画を、まあ、撮ってるんですけれども、まあ、このどういう容疑でね、逮捕されたのかというと、窃盗です。はい。で、まあ、その具体的にこうお話をすると、そのヘズマリュウが、まあ、その愛知県こう岡崎市の、スーパーでお会計前のね、魚のこう切り身を店内でこう食べて、で空になった、パックを、レジに持って行ってお会計をする、その一連のこの様子をね、別の人にこう撮影させて、で動画を投稿していたという、お話で、まあ、僕のところにこう来た、まあ、その動画なんだけれども、大体なんか2分ぐらいの動画だったのね。まあ、俺それ見た時に、あ、普通に、あ、窃盗やっちゃってんなって、まあ、これ多分捕まるだろうなっていうのは、まあ、個人的に今思ってました。で、まあ、そのスーパーが実際に、まあ、警察の方に、まあ、相談をしたみたいで、で、まあ、それで警察の方も、まあ、これは窃盗だよねということで、まあ、逮捕、まあ、したみたいです。で、まあ、今回ちょっと僕個人がちょっとまあ思ったことなんだけれども、まあ普通になんかね、ありえないし、まあ論外だなとっていうふうに僕思った。まあこれはもうね、逮捕されてもまあ仕方がないなと思う反面、まあそのまあ法律の世界のこう相場として、まあどうなのかなって思うところも個人的にはね、ありました。まあ実際やっぱりこう金額も430円相当って書かれてるし、であとはね、まあ、そのスーパーに、まあ、お金は払ってるみたいなのね。だから、まあ、これって、まあ、逮捕するものなのかなっていうのは、まあ、思った。まあ一応ね、窃盗は窃盗なんですよ、ちゃんと。でこれはもうアウトなことなんだけれども、一応そのね、まあ、お金を払ったということで、まあ、スーパーとの間で、まあ、話は、まあ、そうついてるから、まあ、その実際起訴するに、まあ、至るかっていうところも、まあ、個人的には思ったのね。だから、まあ、そう警察としては、まあ、これ今後同じことをやるやつが出てこないようにとか、まあ、見せしめのためにも逮捕したのかなというふうに、まあ、僕個人は、的には思ってます。まあ、一応ね、まあ、そう窃盗は窃盗なんだけれどもね、まあ、良くないことなんだけれどもね。で、まあ、その今回ね、まあ、僕がこうやって前回の動画でこう話をした時に、え、こんなので逮捕されるのとか、で、え、スーパーでお会計前のそう商品を、食べることってのはダメなことなんだって言ってびっくりしてた人がいるんだけど、あのこれね、説明すると、スーパーでお会計前のものっていうのはまだこうスーパーのものなのよ。でレジでお金を払ってこうレジを通した後に自分のものにこうなるんだよね。だからそのレジを通す前のものってまだスーパーのものだから、それを食べたりとかしたら窃盗になるのってこれ当たり前の話なわけよ。でそれをまあ面白がってヘズマリュウはやっちゃったんだよねっていうこと。っていうか普通にこれやっちゃいけないことなんですよ。だから多分、まあその以前ね、まあ、もっくんチャンネルっていう、まあ、YouTube のチャンネルがあって、まあ、そこにこう出てたこうもっくんっていう人が、まあ、スーパーでこう同じようなことをやってた。でそれで炎上したのね。で多分ヘズマリュウもまあそれを見て、じゃあ俺も同じことをやろうって思ったのかもしれない。ただあれダメなことだからね、窃盗だからね、立派なね。で、まあ、ヘズマリュウに関しては僕は正直、まあ、今回の件で、まあ、見せしめで逮捕されたっていうふうに言ってるんだけれども、結構ねいろんなことを今までこうやらかしているわけですよ。で例えば、まあ、そのネオちゃんに突したりとか、まあ、バズのネオちゃんに突したり、あとははじめ社長の家のこう近くで、まあ、その張り込んで、ではじめ社長が出てきた時に、まあそのね、リア突をするとか、であとはね、その首里城、まあ、沖縄の首里城が、まあ、火災でね、まあ、その焼失したじゃないですか。で、まあ、首里城復興の寄せ書きがあるんだけれども、それにこうデカデカと、まあ、みんなの寄せ書きのこう上にね、自分のサインを書く、まあ、動画、まあ、これもね、投稿して、今問題になってるわけです。これはもう首里城側がまあ警察に相談してるみたいで、実際その被害届が、出されたかで警察が受理をしたかしてないかに関しては今のところこう不明です。
であれに関しても器物損壊になる可能性があるし、で本来のその目的と、ね、本来の目的というか、まあ、これはこう建物の使用目的とこう違う目的で建物に入ってるから建造物侵入にこうなる可能性もあると。だから警察自身としてはヘズマリュウの、これまでのこういろんなこう問題行動とか、ね、ちゃんとチェックしてると思うんだよね。だってバズだって警察と相談してるし、ウームだって警察と相談してるし、で首里城だって、警察と相談してるわけよ。で今回のね、あのスーパーの件だってね、スーパー側は警察に相談をしたわけよ。だから結局警察自体はこれまでのこうヘズマリュウの問題っていうものをやってることっていうのはしっかりと監視してるだろうし、で各こう警察署とかで多分共有してると思うんだよね、情報をね。だからまあそのヘズマリュウ自身、まあ今回のことで、まあ、逮捕されたけれども、多分まあ別件とかもまあ十分、まあ、ありえるんじゃないかなっていうふうに思ってる。でまあ俺の予想だけど、まあ、今回の件に関しては多分まあ48時間で出てこれるとは思わないけれども、まあ、10日間20日間、まあ、拘留されてひょっとしたらこう起訴されない可能性あるんだよね。でこれはなぜかというと、このね、まあ金額も少額だし、あとはその金額に関してそう弁済してるわけ、スーパー側にお金を払ってるから。だから、まあ、検察官としても、まあ、これ起訴しないんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってる。だから、まあ、起訴猶予かなっていうふうに、僕は考えてます。ただその別の件になるとまたこれ違うと思うんだよ。まあ、例えばね、首里城の件もそうだし、であとは、ネオちゃんにとつったこと、あとは、はじめ社長にとつったことで、ネオちゃんそしてはじめ社長にとつったことに関してはこれはね、まあ条例違反の可能性があるわけ。で、ちゃんとね、こう東京都の条例であったり、まあ各県の条例にあるんだけれども、迷惑防止条例っていうものがね、それに、付きまとい行為はダメですよっていうのがあるわけ。で、それに当てはまる可能性が、ヘズマリュウの行為にはあるんだよね。だから、まあひょっとしたらだけれども、まあそっちの方もアウトになるし、で、あと、首里城の件も、まあアウトに。なるし、だからこれからだからヘズマリュウ自身は立て続けに警察に逮捕される可能性は正直あると思ってます。だからまあ今回の件が仮にね、じゃあ不起訴だったりとかねしたとしても、ただこう別の件で短期間の間にこうこれだけ問題行動を起こしてるからこいつはやばいやつだと、常習的なやつだと。いうことで検察官が起訴することも、別の、容疑とかで、十分、まあ、ありえるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、実際じゃあねこれ撮影した人はどうなるのかっていう話なんだけれども、以前さ、まあ、おでんツンツンおじさんっていうのがいたじゃん。でおでんツンツンおじさんの、動画を撮影した人はおでんツンツンおじさんがかけられた確か威力業務妨害だったと思うんだけれども、あれの、共謀だということで、書類送検、されてます。なので、ヘズマリュウの、そのね問題行為を、動画撮影して、た人ももしかしたらだけど共犯として、取り締まられる摘発される可能性っていうのもある。うん、だ例えばだけど、まあ、その刑法にはね、まあ、その共謀であったりとか、あと教唆をそそのかすとか、であとは幇助、ね、その犯罪行為を助けるとかも、しっかりとね、規定されたりとかしてるんだよ。だからその動画を撮影するだけでひょっとしたら、幇助になるかもしれないし、で、共謀になるかもしれない、ね、だからそういうこともあり得るから、だからヘズマリュウのね迷惑行為を手助けしてる人も今後ね、もしヘズマリュウが何か問題を起こした時とかにね、警察が朝ね家のところにこうどん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 ってこう来て、で警察にこう連れて行かれることだって、まあ、十分あり得るから、だからヘズマリュウと、関わってで一緒にこう問題行為を面白がってやってるやつ本当に気をつけた方がいいよっていうのは俺この動画上で、言っておく。で、まあ逮捕されるこう前日に、まあ僕ねヘズマリュウとちょっと LINE でね通話したんだよ。でその時はまあそのあんまりなんかね、まあこういうこととかもまあ問題し、
してる感じもなかったし、でこれからもね、いろんな YouTuber にとつっていくかのような、まあ、態度を見せてたんだよ。でもはっきり言うけど、もう YouTuber に突するとかやめるべきだと思うし、でそのね、問題行為を、なんだろう、もてはやす風潮とかも俺良くないと思うんだよね。正直ヘズマリュウだったら、まあそのコラボしてくれる YouTuber とかいっぱいいると思うから、だから今ね、そのヘズマリュウ自身の知名度がある段階で路線変更した方が絶対にいいんだって。でそれもしっかりヘズマリュウのねファンがいるんだったら、ヘズマリュウ自身に伝えるべきなんだよね。もうこんな問題行為はやめるべきだしってね。ただこう今の段階でヘズマリュウに例えばね DM とかで、〇〇さんがどこどこにいましたよ、〇〇さんの住所ここですよとか言って情報提供してるやつは、将来ね仮にヘズマリュウが逮捕された時にね、共犯になる可能性があるからね、自分も捕まるかもしれないから、ちゃんとそういうところをね、分かった方が俺はいいと思うね。うん。で実際まあその僕のところにもね、まあ、ヘズマリュウ絡みではないけど日々ね脅迫とかいっぱいね、いっぱい来るけれども、まあ、インターネットって、まあ、実際ね匿名でやってる人とかが多かったりとかするからね、自分の、自分がねこうどこの誰だかだかなんか分かんねえよとか思って、でそういう態度で YouTube そういう態度でネットやってる人いると思うんだけど、インターネットっていうのはもうね今無法地帯じゃなくなりました。やっぱり悪いことをやったら捕まったりとか罰を受けたりとかする、そういう場所になったんだよ。だからもういい加減で、僕はねあのヘズマリュウの問題行動とかに加担してる人もそうだし、ヘズマリュウにも大人になりなさいっていうふうに、まあ、言いたいね。まあ、今回だからこうヘズマリュウ自身、まあ、逮捕されて、で今後ね、まあ、どうなるかはっきり言ってまあ俺は分かんないで、まあ個人的に思ったのは、なんか柴田さんがまあこの件でヘズマリュウを救いたいっていう動画上げないし、ヘズマリュウは救えないっていう動画も上げないから、柴田さんは結構なんかねヘズマリュウに突されてヘズマリュウと関わりたくないんだなと、結構懲りたんだなというふうにまあ思うのと、であとはね、そのやっぱり迷惑行為はもうこれ良くないですね。で迷惑行為に加担するのもはっきり言うと良くない。だそういうなんか文化がこうやって YouTube 上でね、広がっていくと僕はいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。まあなんでね、まあ、今回の、まあ、そのヘズマリュウの、まあ、逮捕の件にこう絡んで、まあいろいろね、まあそのふざけた、まあ、不謹慎系 YouTuber とかも YouTube の中にいるじゃないですか。例えば有名人とかの訃報があったりとかした時に、そういう有名人の親族を名乗ったりとか、そういう有名人の訃報を喜んだりとかする YouTuber ね、まあそれね逆張り系 YouTuber って言われてるんだけど、ああいうのもねなんかね一掃された方がいいというふうに思ってる。もちろんね YouTube っていうのは規制が厳しくなったとか言われてるけれども、まだまだこうね緩いところって実際あったりするんですよね。緩いところがあって、そのね緩いところのそういうなんか抜き道みたいなことを利用して、まあそうやって炎上を狙うこう動画をね上げてたりとかする人とかいるんだけれどもね、やっぱり YouTube ってそういうところじゃないからさね。だから僕個人としてはね、やっぱりこんなことあんまりね言える立場ではないけど、まあ人をね極力こう傷つけたりとかしないような動画ね、投稿するのが一番ねいいことじゃないかなというふうに思っております。まあだからヘズマリュウお前ちゃんとな反省してくれよな、分かったか、まあ、反省してもう二度ともうね今回ので懲りてもう同じことをやらないように、同じことというか迷惑行為やらないようにしてくれよということで、まあ、本日のね、動画なんですけれども、まあ、皆さん下の方のコメント欄にね、ぜひ、コメントを書いてください。で、あとね、下の評価ボタンのところ、ぜひともですね、高評価のところ、グッドボタン押してください。ということで、本日の動画見てくれてありがとうございました。以上、ミズニャンでした。じゃあね。